谷義朝の天国の親友へ刺されるホームラン。2010年のある日、東京ドームのスタンドは背番号0の応援ボードで埋め尽くされた。前年まで選手だった木村拓哉コーチが37歳という若さでこの世を去り、追悼試合として開催された一戦、1点を追うワンアウト満塁の場面でコールされたのは代打谷義朝。木村とは同級生であり、励まし合いながら戦ってきた親友である。そんな谷をスタンドの大歓声が後押しすると、ストレートを捉えた打球は満員の左中間スタンドへ。普段は寡黙な打撃職人がこの夜だけは様子が違い、一塁ベースを回ったところで両手を挙げて万歳。その顔には喜びというより安堵の笑みが浮かんでいた。試合後のヒーローインタビューで、今日の試合はなんとか勝ちたくてと声を詰まらせながら語った。自身初の劇的な満塁ホームランは天国の親友へと刺される。これからも見守っててくれというメッセージだったのかもしれない。